必殺技を身につけたサッカー少年たちが強大な敵と戦う超次元サッカーストーリー、稲妻イレブン GO。 そして LBX という小型ロボットを操り世界を脅かす敵と戦う少年たちの冒険、ダンボール戦記ダブル。今ここに決して出会うことのない2つの世界が一つになる。異常振動が確認されている。奴らが現れる前兆だ。異常振動はホーリーロードスタジアム上空で発生してるでよ。ホーリーロードスタジアム、なんかの競技場ってことか。試合をやってるみたいでよ。お客さんで超満員でよ。サッカーか。超満員とは面倒だな。各自気を抜くな。はい。やってまいりました。夢のカードの実現です。サッカー最大の祭典、グランドエキシビジョン。今回はなんと世界一に輝いたメンバーを擁する大人日本代表、稲妻レジェンドジャパン。対するは前回のホーリーロードの強者たちを中心に構成されたキャプテン松風天馬率いる少年日本代表、新生稲妻ジャパン。この両者がぶつかり合います。果たしてどのような展開を見せるのでしょうか。遠藤さん、今日は負けませんよ。ああ、胸を貸してやる。ぶつかってこい。さあ、試合開始です。最初から飛ばしてきたな。面白いじゃねえか。ドラゴン！
信じて。さすが遠藤さんだ。すごい、すごすぎる。遠藤さんは戦いの始まりに戦うための指針を示してくれた。チームの一つになって全てを出し切って戦う、それがサッカーなんだと。進藤先輩、サッカーって楽しいですね。俺たちだって負けられない。みんなサッカーやろうぜ。戦いはいけないよね。さあ始めるか。ヘロキ！さすがだ、遠藤さんたちのプレーには無駄がない。なんだ剣、試合中だぞ。これって…ミノ、どうしたことだ。突然の乱入により試合が中断してしまった。俺も入れてくれないかな、サッカー。なんだ今の強烈なシュートは。誰だお前は。消えるお前たちに答える必要はない。まずい。マジでかさつ。極武神レスタス。あー、止める。遅い。みんな。ディメンションストーム。なんてことしやがる。ひどいっす。サッカーなんかもうやめないか。なんだと。ボール遊びで勝敗を争うなんてくだらないだろ。貴様、サッカーを侮辱するな。何が起こったんだよ。ロボット、こんなことが。今度こそ宇宙人です。どういうことだ。
皆さんも早く逃げて。こいつらどういうつもりだ。アスタも張り切ってるみたいだね。さあショーの始まりだよ。カナカナ危ないです。みどりちゃん逃げるのこっち。そうぜよ、ここは逃げるぜよ。でもこれじゃ一体どうなってるんだ。やろう。ソメオカ君、くそ、どうすれば。無駄なことだ。お前たちは消される運命なのだ。もう今度は何なんだよ。アスタ、ここは任せて。聞いてくれ。下はサッカースタジアムで多くの人たちがいる。戦闘には十分気をつけるんだ。了解。射出ゲートオープン。秒読み開始。安全ロック解除。射出レールスタンバイ OK。グラウンド上空に降りるぞ。了解。それでどうするんだい。この数じゃかなり不利だよ。また違うのが来た。俺たちは夢でも見てるのか。想像以上の被害規模だ。みんな観客の避難と援護を最優先に敵 LBX を倒すんだ。必殺ファンクション、アタックファンクション、サンダーバースト。すごい。なぜロボット同士が戦っているんだ。だが後から来た奴らは俺たちから戦闘を遠ざけているように見えないか。気をつけろ。能力に個体差がある。それなら。必殺ファンクション。アタックファンクション。雷神拳。避難誘導は完了している模様だ。現在グラウンド内に二十数名の選手たちが残っていることが確認された。彼らの安全を最優先にしてくれ。了解。お手並み拝見だね。君たちも出たいのかい。ダメだよ、切り札は最後。君たちが出るまでもないさ。全部で9機か。たったそれだけでこの数を相手にできるかな。必殺ファンクション、ア
タックファンクションドリルスラッシャー。このカツが多すぎる。これじゃキリがない。とても防ぎきれません。バク、彼らの協力を仰ごう。みんな避難だ。今なら抜け出せる。そうなんですけど、あのロボットたち何か気になりませんか。さっき現れたロボットのことが。皆さん聞いてください。聞こえますか、サッカープレイヤーの皆さん。ロボットが喋ってる。気をつけろ、敵かもしれないんだ。違います、僕たちは味方です。味方。はい、信じてください。敵の数が多いんです。撃退するために皆さんの力を貸してください。俺たちの力を。どうしようというんだ。あのスコアボードを見てください。中には相当の電源回路が集中しているはずです。僕らが敵を引きつけます。あそこに向かって強烈な必殺シュートを頼みます。あれを壊すんですね。はい、回路を破壊し大電流でショートさせたショックで敵の LBX を倒します。ではよろしくお願いします。行っちゃった。みんなやってみないか。なんていうか、彼らは必死に戦ってくれているように思うんだ。罠とは考えられないか。このままではどちらにしても状況は変わらない。いいだろう、何もしないままではな。よし、やってみよう。テンマ、みんなに指示を。はい、ジン、彼らに作戦を伝えた。よし、では手はず通りに。前期、重慶の武器に勝とう。みんな準備はいいか。一斉砲撃開始。来ましたね、じいさん。ああ、彼らのおかげだ。そうだね、やったな。敵が逃げていきます。よし、作戦完了だ。帰還しよう。はい。敵を見くびっていたね。さあ、お前手を抜いたよな。まさか戦いを長引かせて楽しもうなんてことは。違うよアスタ、少し予定外だっただけさ。僕が姉さんの悲しむようなことするわけがないだろう。心配はいらない。
あとは姉さんがやってくれるさ、最後の仕上げを。なんだあれは。恐怖は人から心の力を奪う。しまった。ばあさん、例の光です。バン、急げ。LBX を収容する。ここは体勢を立て直す。テンマ、早く逃げろ。遠藤さん、家から早く。はい、みんな行こう。起動。お前ら、遠藤さん、パス止まるな。テーマ、サッカーは負けない。消えたことについて何か知ってるかもしれない。そうだね、この事態の謎を解く手がかりになるかも。逃げられてしまったな。何か今までとは違うね。どうしようか。あの人たちには必ず消えてもらう。人の未来のために。あの子に何が起こっているんですか。あの子、何か不思議な力で物を動かして、とうとう主人に怪我を。母さん、やめなさい。ご安心ください。近年、人の新たな能力に目覚める子供たちが数多くいます。あなた方の娘さんもその一人なのです。そのような子供たちの対処を我々は心得ています。力をコントロールできる状態に教育した後、ご家族のもとにお返しいたします。さっきはありがとう。教えてくれないか。一体何が起こってるの。敵は世界を消そうとしているんだ。敵って。先に自己紹介しておこうか。俺は山野バン。大空ヒロです。花咲ラン。あ、俺は松風天馬。ここにいるみんなは新生稲妻ジャパンでしょ。俺たちのこと知ってるんだ。ああ、敵の襲撃ポイントを予測して警戒していたんだ。だったら君たちは知ってるの、世界で何が起こっているのか。いえ、まだ僕らにもわからないことだらけなんです。俺たちも最初は驚いたんだ。一体何が起こっているのか。でも今世界は大混乱に陥っているんです。いろんな時空から飛んできたピースがパッチワークのようにつながっているんです。ちょっとどういうことかよくわからないよ。オーマイガー、ちょっと待つでよ。それ。すごい。魔法みたい。大したことないでよ。T、
天馬くんたちの世界と俺たちの世界は本来出会うことは決してないはずなんだ。だけどなぜか時空が混乱してつながってしまった。時空が混乱って、僕らのいるこの森もどこか別の時間と場所から飛んできたのかもしれないね。それはスタジアムを襲ってきた奴らの仕業なのか。ああ、奴らは俺たちの世界でもいろんな場所を消し去って、そこに違う世界のピースをはめている。とんでもない奴らなんです。世界を消す、そんなことして何になるんだ。敵の正体はわからないのか。ほう、つまり敵は世界の組み替えができるほど凄まじい力を持ったものであるということじゃな。あんたは？わしはクロスワードアルノ博士。時空云々のことが専門分野じゃ。アルノ博士、教えてください。遠藤さんたちは、スタジアムの人たちはどこに消えたんですか？おそらく彼らは時空のどこかに飛ばされていると考えるのが自然じゃろう。助けられるんですか？敵の正体を掴んで倒すことができればな。本当ですか？よかった。となればやることは一つだな。はい、戦いましょう。消されたみんなを救うために。俺たちも戦うつもりだ。当然です。よし、みんなでやろう。ああ、我々は調査を続けよう。さてと、俺たちは寝床を確保せよ。はい。LBX って言うんです。 LBX、 こいつは僕の愛機、イカロスフォーセックス。その LBX ってヒロ君たちの世界で流行ってるの？はい、すごく流行ってます。それは？ああ、これは CCM といって LBX を操作できるコントローラーです。面白そうだね、テンマ。やってみますか？これでいいのかな？ごめん。あ、いいえ。手が届きそうですよ。なんか星が近く見えますね。今度みんなも誘ってみましょう。どうしてるかな、遠藤さんたちや消された人たち、雷門中のみんな。大丈夫さ、きっと俺たちが諦めなければ。こんな時にこそ下を向いていたらダメだ。お前はキャプテンなんだから。そうさ、諦めない心こそが大切だ。俺たちも同じ思いで戦ってきたんだ。そうです、顔を上げましょう、天馬さん。
バンさん、ヒロ君、なんかいいですね。僕たちはこうして出会う前から同じ星を追いかけていたのかもしれませんね。足の内側を使って蹴る。そうそう、上手くなったよ二人とも。うん、いい感じだよ。そうですか、ありがとうございます。もともとヒロは反射神経だけはいいからな。だけはってひどいですよ、バンさん。あ、ごめんごめん。あ、今のはあっちだ。行ってみよう。シンスケはみんなに伝えて。わかった。逃げていきますよ。ああ、あの子は。大丈夫？怪我はない？ええ。おい、大森な。めっちゃうま。危なかったね。はい、助かりました。俺、松風天馬。君は？フラン。フランか。あれ、君どこかで。ねえ、お腹空いてない？口に合うかどうかわからないけど、よかったら。みんなで食べると楽しいぞ。いいの？もちろん、どうぞ。うんうん、ありがとう。それじゃ、おいしいでしょ。よかった。フェイ、あの子は誰だ？ああ、森で襲われてるところを助けたらしいよ。助けた？ねえ、フランはどこから飛ばされてきたの？そうそう、いた場所はどんなところなの？私の世界は フラン？ごめんなさい、まだ混乱していてよく思い出せないの。そっか。フラン、サッカーやってみない？うまいうまい、できてるできてる。頑張って。すごいよフラン、サッカーもきっと喜んでる。喜んでる。LBX の操作がピタッと思い通りに決まった時の感覚って最高なんですよ。それじゃあ行きますよ。ビッグバン、トリプルアクセル、決まった。の、決まらなかった。やってみますか？多分無理。やってみたくなったらいつでも言ってよ。いろんなタイプの LBX があるから面白いと思うんだ。カスタマイズだってプレイヤーが10人いれば10人それぞれのやり方がある。どれもがプレイヤーにとってはたった一機の宝物なんだよ。宝物？ああ友達みたいなものさ。女の子も結構やってるんですよ。そうだな、フランに似合う LBX はどんなのだろう。
やはり特別な力に守られている。姉さん、それはどういうことなんだ？私の力に抵抗する強い心の力、今の彼らは消せない。もしかしてこの二つのチームが出会ってしまったからじゃないのかな。それがフランの言う心の強さをさらに強めているというのか。強い心の力も深い絶望を感じさせれば弱くなる。つまりもう一度打ちのめせばいいんだな。簡単さ、消し忘れを消すだけさ。やろう、それがフランの望みなら。こんなところで食料なんて見つかりっこないぜ。文句言わないの。どうしたヒロ、もう息が上がってるぞ。頑張ってヒロ。すみません、体力には自信がなくて。少し休もうか。しょうがねえな。花。フランさんは花が好きなんですね。私の世界に花はないから。フラン、誕生日おめでとう。これはプレゼント。よかったわね、フラン。とっても綺麗。うん、これが本当のお花なんだね。なかなか手に入らなくてな。お前の誕生日に間に合うかハラハラしたよ。パパ。パパ、ありがとう。花がない。そんなことってあるんですか？花がない世界だってあるんです。姉さん。キラードロイド？やつらこんなものまで使えるのか。みんな油断するな。
見ろ。フラン、大丈夫か？ええ、このままの探索は危険だ。一旦戻ろう。カズ、アミ。まあ気にしてねえよって言いたいところだけど、ちょっと落ち込んでる。だね。キラードロイドに襲われ、その後2人が消えた。僕たちが見てないところで何かがあったということでしょうか。断定はできんが。今日はもう遅い。捜索は明日全員で行う。みんな休むんだ。いい、一気にあいつらを消し去る。はあ、了解。どこへやったの？お前ら正直に言えよ。俺たちは何も知らない。変な言いがかりはやめろ。でも君たちのテントからカズ君とアミ君の CCM が出てきた。これはどういうことなんだい。俺たちがさらったとでも言いたいのか。もし違うというのなら納得のできる説明をお願いしたい。世界の混乱で普通に消えたんじゃないの？おっとっと。何？随分あっさり言ってくれるじゃんか。喧嘩はダメ、喧嘩はダメよね。やめ、邪魔すんなよ。おい、こっちは仲間が消えてるのよ。僕らには関係ないって言ってるだろう。こいつらはやっぱり敵だ。バンバンやったんだ。このブリザード！ダンナデ！リュービン！仕方がない。トイトン！お前たちの仕業なんだな。ユキムヤさん、どこ行ったやね。どう見てもそっちの方が怪しいだろう。話にならないな。みんなやめろ。もう何をしている。白龍、みんな落ち着くんだ。どうしたの。皆さん冷静になってください。とにかくやめるんだ。喧嘩なんかしてる場合じゃないだろう。ユキムラ君が消されたんだ。消された。黙ってられないよ。みんなどいてろ。やれるもんならやってみろ。必殺ファンクションホワイト。ハリケーン。アタックファンクションデビルストール。オーシャンブラスト。待って、みんなちょっと待ってよ。シンスケ、僕見たんだ。テントから出てくるフランの姿を。フラン、昨日の夜
何をしてたの？君が CCM を俺たちのテントに置いた。何のために？答えろ！待ってよ、それだけのことで疑うの？皆さんやめましょう。私よ、私が置いたの。フランさん、あなたたちに仲間割れさせるためにね。フラン、気づかれちゃったね。別にどっちでもいいがな。お前たちはスタジアムにいた。それじゃ。そう、スタジアムを襲ったのは私たち。え？やはりそうだったか。カズやアミたちもお前たちが消したが。それが何か？世界中をこんなにして一体何がしたいの？私たちはこの世界に不必要なものを消す。絶対に。なぜ今まで消さなかった？消さなかったんじゃない、消せなかった。なかなか賢いじゃない。そう、今はできない。でもあなたたちが戦いに敗れ絶望した時、私の力を拒むことはできなくなる。そうか、だから LBX を破壊されたカズとアミは。フラン、なんでだよ。そんなことしちゃダメだ。絶対にダメだよ。天魔さん、これ以上好きにはさせない。いいわ、じゃあ特別にあなたたちに付き合ってあげる。サッカーはアスタが、 LBX はサンが。あなたたちは思い知るのよ、自らの過ちを、戦いの愚かさを。明日座標 G223 で待っている。なんだよ。俺たちは思い違いをしていたようだ。ああ、疑ってすまなかった。こっちこそ悪かった。フラン、なんだと？フランたちが混乱を引き起こしている中心なんです。全ての現象が彼らの仕業だというのか？俺たちがそこに行けば消えた人たちを助けることができるんですよね。僕たちも一緒です。じゃあサッカーっぽくやってみませんか？サッカーっぽく？みんな勝利を信じて共に戦うぞ。ああ、バン、ヒロ、お前たちに渡しておきたいものがある。新しい機体だ。バンの LBX はオーディーンマーク2。そしてヒロにはアキレス D9。 きっとお前たちの力になってくれるだろう。目標 G223 ラックシャトル EM キャラバン発進。思った通りだ。あの子の力は計り知れない。念動力、予知能力、危険察知能力、どれをとっても過去に見たことがないレベルだ。どこへ行った？どうせこの施設からは逃げられない。施設内をしらみつぶしに探すぞ。まだ見つからないとはな。まったく、なんという失態だ。あの子の力を使えば戦争に勝利できるというのに、もし敵の手に渡るぐらいなら殺すしかない。フラン、フラン、夢を見ていたわ。姉さん、奴らが来るよ。
標 G223 カトンナディア諸島です。磁場を中心に各地の遺跡が。これも彼女の秘めた力なのかもしれないでよ。一体この世界をどうしようというんだ。だけど世界は消され続けている。今はこの戦いに立ち向かわなければならないんだ。バンさん、ジン君どうしたの？いや、よく来たね。でもここから先はサッカープレイヤーと LBX の戦士のみだ。テマ消えた。試合場ってわけぜよ。まるで古代ローマのコロシアムのようだ。あれはあいつらの飛行ユニット。消した人たちを元に戻せ。慌てないで。この戦いにあなたたちが勝てば望み通り返します。なぜ世界を消そうとするんだ。それは世界を救うため。何、救うだと？世界を破壊しているのはお前たちだ。私は世界に不必要な部分を削除しつなぎ合わせた。世界には存在してはならないものがある。なんだそれは。戦いよ。憎しみを生み出す戦いという概念。戦いを消さなければ大切なものが消えてしまうから。今日ここで全ての戦いを消し去る。さあ、多くの者たちに戦いの醜さを見せてあげましょう。これはお前たちの相手は俺のイレブン。名付けてデストラクチャーズ。手ごわいぜ。僕のデジトニアスの力見せてあげるよ。これで戦いは消える。なぜだかわからんが、どでかい試合が始まろうとしているぞ。実況の専門家としてはやるしかない。松風天馬率いる稲妻ジャパンに対するのは謎のチームデストラクチャーズ。試合の流れは全く読めないぞ。行くぞ、オーディン・マークス。アキレス D9。へえ、新しい LBX か。サッカー LBX
ダブルバトルだ。さあ、稲妻ジャパンボールでのキックオフです。よし、みんな攻めるぞ。シンダ先輩、シンスケ来い。アスタ、ゴール前にボールを運んだ。入れさせない。ミキシトランス、デビン、守護神西園が見事にキャッチ。カリア、速攻だ。シール先輩、おお、神のカット、ファイヤーイリュージョン、ニッキー、やろうよ、太陽、ミキストランス、孔明、やったな、太陽。いけるよ。どうだ、気持ちよかったか。何？今だ、トリプルヘッドスピア。いけるね。みんなこのまま押し切るわよ。わかってるって。湧いてくるだろう、憎しみの闘志が。何？憎しみの闘志？僕たちには闘志はあっても憎しみなんかありません。どうかな。おいで、ブリノーグ、レッドソル。キラードロイド。戦って、傷つけ合って、落とし目合って、戦いがどんなに醜く汚らわしいものか知るがいい。アスタ、サン。やっと着いたぜ。見て、テンマたちが勝ってる。やった、間に合ったか。何か様子が変じゃぞ。何をしているんだ太陽。何って、サッカーやってるだけさ。俺が言ってるのはそういうことじゃない。キーノ、勝つためだからといって危険なプレーをしてどうする。そっちこそ。ったく、おまんのパスが遅いんぜよ。人のこと言えるんですか、西先輩。もっと集中して。なんじゃと。
んだ、みんな。アスカ、何してるの。わざとじゃないんだからいいだろ。気をつけろ、ユウヤ。ごめん、そんなつもりじゃ。違う、そうじゃない。皆さん回り込むんだ。ほら、戦いは憎しみを生むのよ。俺に任せておけばいいんだ。アスタリスクロック。止めただと。このままじゃ何もできません。完全に敵のペースにはまってきた。少しは分かってきた。戦いの醜さが。違う、こんなんじゃない。俺たちがやってきたことはこんなんじゃない。みんな、これが俺たちのサッカーなのか。みんな焦っちゃダメだ。そうです、一人で戦うなんて僕たちのやってきた LBX バトルじゃありません。僕たちはいつも一緒に戦ってきたじゃないですか。信頼し合って高め合って、みんなで苦しいことを乗り越えて、その先にある何かをつかむ、それが俺たちのやってきたサッカーだ。でも LBX はただ戦うだけの道具じゃありません。チームになって戦うドキドキや、強いやつとどう戦うかを考えるワクワクや、たくさんの熱い感情を奮い立たせてくれる、そんな素晴らしいものじゃないですか。今は仲間たちを信じて戦うんです。大切なものを守るために。天魔やろう、キャプテン。天魔、天魔、天魔、やるぜよ天魔。できるよ、やって。天魔くん、天魔なったんだな。お前は本当のキャプテンに。みんな初心に戻ってもう一度戦おう。俺たちらしい戦いをするんだ。はい。やったー、追いついた、すごい。
稲妻ジャパン。なんだと、こいつらなぜ力を増したんだ。起こる悲劇を。未来。これはフランたちの世界。私たちはあなたたちよりずっと未来の人間なの。まさかこれが僕たちの未来。何が起こったんだろう。俺たち外に出られるんじゃないか。もしかして母さんたちに会えるかな。これで普通の生活ができるのかな。かもな。反物質爆弾が使用された。なんということだ。世界が滅ぶ。母さん、私は決意した。世界を変えること。それでも違うよ。サッカーは戦争とは違う。同じさ。戦争だってバトルだって同じさ。 LBX のバトルは憎しみや戦いとは違う。楽しいから LBX バトルをするんです。戦いが楽しいわけがない。君たちは大切なものを失いたいのか。世界で何かを失ったとしても、もっと大きなものを手に入れることだってある。そんな憎しみ合いたいって言うのか。憎み合ってなんていません。バトルをするのは楽しいじゃないですか。それは君たちが戦いに溺れているからだ。全力でぶつかり合うことで仲間を思いやる優しさや尊重し合う友情が芽生える。相手のことだってより深く理解できる。剣、うん、天馬、戦って思いをぶつけ合った先に大きく強い心の絆が生まれるんだ。父さん、戦いは憎しみを生み、人の心を蝕んでいく。なぜそんなこともわからないんだ。潰せ。
本当の戦いは憎しみ合うことじゃない。悔しくて泣いたり嬉しくて笑ったり、そんな気持ちを感じさせてくれる。俺たちは真剣な心と心をぶつけ合ってるんだ。そんな戦いだってあるんだ。聞かせるか。絶対に負けない。ゴッドウィンド、アスタリスクロック。大切なものを守るために戦う強さこそ本当の勇気なんです。本当の勇気。大切なものを守る。わかったよ。お前たちの言ってること、間違っていたのかもしれない。戦いを消し去ること、それがフランの望みならと、そう思ってやってきた。でもこのまま憎しみ合って争ってじゃ。違う。裏切りは許さない。許さない。フラン、戦いは何も生まない。闘争心は人の心にできる闇。そんなことはない。フランを止めるな。はい。邪魔はさせない。あれは LBX。 行くのよヘリオローザ。戦いに溺れる者たちを退けろ。フランさん、みんな行くぞ。なんてパワーだ。もうなんてわからない。戦いのせいで全てが失われるというのに。早い。行くぞ。はい。
悲しみを知らない胸に何がわかる。知ってるさ。だからこそ仲間がいることの素晴らしさや大切さがわかるんだ。ヒロ、受け止めるんだ。フランを、フランの悲しみを受け止めるんだ。はい。難しい。バン、ヒロ、ロン、ミネルヴァ隊。どうすれば。ラン、俺たちの LBX ごと撃つんだ。マジ？本当に撃つの？あいつを倒すのは今しかない。撃つんだな。やっぱ無理。貴様ら。あ、敗北して絶望するの。負けるものか。の混乱どころか、世界そのものが消えてしまう。もう撃つではないのか。来るぜよ。天魔。俺たちは君の心を受け止める。天魔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 さん。天魔くん。ゴッド反応。神道先輩、剣、アスタ、みんな。でも、アスタ、どうしてなの。戦いは私たちから全てを奪ったじゃない。なのになぜそいつらの味方をする。フラン、君が一番知ってるだろう、憎しみの先にあるものを。これは…みんな止めるぞ。はい。あなたまで姉さんにこれ以上失ってほしくないんだ。ゴッドハンドと LBX の光が一つに。これが気持ちをぶつけ合う勇気によって生まれた絆の力。俺たちは諦めない。全部受け止めた。すごいよフラン、サッカーもきっと喜んでる。フランさんは花が好きなんですね。これも戦い。
アスタさん、これがこの戦いで生まれた絆なのね。そうだよ。憎しみ合う争いからは本当の勇気は生まれない。勇気を出してぶつかり合えば見えてくるものは変わる。俺たちもそうだった。勇気、勇気や絆、それがあればきっと未来だって変えられます。未来を、ごめんなさい、私に気づかせてくれたんだね。でも違うんだよ。そう、違う。僕たちが気づかせたんじゃない、姉さんの意志さ。アスタさん、アスタさん、あなたたちは。これで俺たちはもう必要はなさそうだね。待って、どういうこと。俺たちはフランが呼び寄せた幻、君が君のままでいるための。そうだった、私忘れてた。忘れてたんじゃない、認めたくなかったんだ。自分が一人ぼっちになったこと絶対に認められなかった。私やっと受け止められる、自分が一人ぼっちだったってこと。僕たちは姉さんと別れてからずっとこの日を待っていたのかもね。こんな気持ちのいい仲間たちに出会えたからこそ、元の優しいフランが戻ってきてくれたのかな。さん、アスタ、フラン、今の君はもう一人じゃないよ。私を許してくれるの。あなたたちに出会えてよかった。俺たちも未来に伝えるよ、ここにいるみんなの願いを。フランさんの好きな花がたくさん咲く未来になるように。ありがとう、さようなら。テンマ、お別れだ。いつかまた会えるといいですね。今度会うときはサッカーを一緒にやろうね。ああ、 LBX もサッカー LBX やろうぜ。いつもひねくれてばかりで、君を傷つけてばかりで、強制を張って誰も心に触れられないようにしていた自分にさよならしよう。踏み出す、認め合うための初めの一歩。心の峠は誰かをまた傷つけるだろう。憎み、いがみ合ったままじゃ明日の光は生まれない。手のひらは何を守る。
開いてその手を差し出せば命の温度互いに伝わって悲しみは生まれないから素直になろう強がることは今頃、バンさんやヒロ君たちも LBX を楽しんでるかな。あれ、どうしたヒロ。サッカーを愛する天馬たちに負けないように俺たちも LBX を愛さないとな。そうですね。フラン。おかえり、姉さん。you